誰しもが抱く疑問がある。何者が忍界最強か。その答えをつかむため、ここに一大決戦を開催する。己が最強と吠えし者よ、忍界武闘祭へ集結せよ。そこに答えがある。そこにこそ最強がある。戦闘開始。やってやるぞ。何なの？何なの？ここだ。すぐここだ。
さてと、それじゃあ、やれやれ。あのね、おいおい、you
おいおい、そんな。やれやれ。はあ。やれやれ。はあ。あんたね。はあ。Thank you.
戦闘開始。ここまで。ここは破棄通常の箱だ。無駄だ。ここまでだ。後ろだ。ここだ。どうしようか。今のうちに。ここも。ここまでの仕事を返せ。ここまでの仕事を返せ。はぁ、ここまで。捕まえた。捕まえ。呼んでください。これで終わりだ。なおも高みを目指す。それがヒューガの宿命。半径64キロ。勝負あり。ヒューガの前に敵はなし。忍びなのか侍なのか、時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの舞踏祭に注目しています。これより忍界舞踏祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を超えなければならない。舞踏祭はいくつかの段階に分かれています。
まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら相応の覚悟と力を見せろ。いいな。よし、それでは忍界舞踏祭開始だ。遥か頂を目指して、忍界舞踏祭ここに開幕。さあ、始まりました忍界舞踏祭。最強の称号を手にするためには、まずは予選を勝ち抜かなければなりません。どんな戦いが行われるか全く目が離せませんね。あ、申し遅れました。私は実況を担当します、木の葉隠れのしずねです。同じく雲隠れのまぶいです。解説には木の葉隠れの奈良四角さんをお迎えしています。よろしくお願いします。いよいよですね。もう待ったはできません。あとはここで戦うだけです。戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。流れができつつあります。これはこのまま決まるかもしれませんよ。回転。ここだ。やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。これならどうだい。ほらば、これならどうだい。そこに、ほらば、後ろだ。今だ。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。そこだ。後ろだ。これなら、すごいです。猛烈な勢いで勝利に向かって突き進んでいる。戦いでしたね。戦闘開始。バケツ突入。
予選でしたが、ようやく全ブロックの本戦出場者が決まり、激戦に多くの者たちが挑んだ忍界武。しかし本戦に進んだのはほんの一握りの者だけ。本当におめでとうございます。本戦開始までは今しばらくの余裕があります。皆さん、実況はひとまずここでお別れです。次は、それでは皆さん、さようなら。さて、通過した猛者たちが再び、あの白熱の予選を勝ち抜いた最強に、この本戦でも遺憾なく力を発揮してくれることでしょう。目的はもちろん最強の座。おっと、本戦の準備が整ったことを示す太鼓が聞こえました。いよいよ始まります。戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。ここで一気に決めてしまおうという効果のようです。すごいです。猛烈な勢いで勝利を向かって突き進んでいます。後ろだ。化粧を変えた。無駄だ。これは気持ちいいほどの構成ですね。化粧を変えてよ。ここだ。回転。今だ。
これほどのやり手だったとは驚きです。なんということでしょう。相手に手も足も出させません。お疲れ様でした。見ていて気持ちの良い戦いでした。戦闘開始。バトル突入。さあ注目しましょう。これは気持ちいいほどの構成ですね。戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。これは気持ちいいほどの構成ですね。これほどのやり手だったとは驚きです。素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。本当におめでとうございます。次の分かりました。どうぞお受け取りください。皆様、今一度大きな拍手を。
これまで解説を行ってくださった四角さん。そうですね、優勝者は他を寄せ付けず圧倒的な、正直にこのレベルのものはそう出てこない。なるほど、どうもありがとうございました。この忍界舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまでこの大会を通し忍界全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。四角さん、本日はありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。忍界舞踏祭これにて終幕です。それでは皆様、また会う日まで。さようなら。